待たせたな、みんな。旧兵な二輪業界に新風を吹き込む異端児、そう、ちがみなです。じゃじゃん、ちがみなの動画。おいしょ、映ってるかな。皆さんこんにちは、ちがみなです。ブブーン。最近このネタ流行ってますよね。バイクブームが去ったとか言われているわけなんですけども、ありがたいことにバイク乗り YouTuber としてイベントに呼んでいただく機会が増えまして、そこでいろいろと、まあいろいろといろいろと耳にしました。二輪ブームが終了して、ここから先大丈夫かなとか、やっていけるかなとかみたいな感じで心配している人は確かにいっぱいいた。なんでそれは本当だと思う。まあ私にね、できることと言ったら、まあ、今まで通りバイクの楽しさとか、バイクのいいところとか、バイクの魅力とか、あのバイクがある日常とかを動画にしてね、皆さんに発信していくことだと思っておりまして、本当にまあちがみな1匹、ちがみな2匹、まあ、ちがみな3匹、あのちがみな単体だとできることって、まあ、本当にちょっとしかないかななんていうふうに思うんですけど、全然ね、助け舟になるかどうかは正直ちょっと怪しいけれども、私的にはバイク好きだし、これからもねバイクのいいところ発信できたらいいなっていうふうに思ってます。まあ、二輪業界がオワコンっていうふうにささやかれていること自体は、まあ、耳にしているので、まあ、今日はねちょっとそういう話もどんなふうに思っているかとかね、ちょっと話していきたいなっていうふうに思ってるんで、地面に足をつけていたらバイク乗りじゃないっしょってことで、後ろに見えてるスーパーカブに乗ってちょっとブブンとね走り出していこうかなと思います。そしていつも通り好きなところに行きますってことで、皆さん行ってきます。ちょっとね今ね頭打ちました。ちがみなの動画ってことで出発です。気持ちのいい朝じゃ、多分今がバイクオンシーズンだと思う。それで本日のツーリングスポットなんですけど、神奈川県の海ザーシーをね目に行っちゃおうかなと思います。にしてもこの道カーブがめっちゃ心地よいんだが、私がねバイク初心者の頃ってカーブとかねめっちゃ苦手だったんですけど、なんとなくカーブは気持ちよく曲がれるようになりまして、今ではねカーブを求めて走りに行くみたいな遊びもしちゃってます。バイクブームが終了みたいなことをなんかささやかれているんですけど、実際どうなんだろう。モーターサイクルショーの来場者数はちょっとね減ったっていう風には言われてるんですけど、実際こうやって日常的にバイク使って走ってるとバイクの数が減ったようにもそんな感じないかもしれないなんて、そんな風に私からは見えております。多分ね徐々にバイクブームがじわーきてじわーっとねブームが去っていくみたいな感じになるのかもしれないんですけど、この私茅ヶ崎南、バイクブームがね終わったとしてもバイクを降りるってことはないんじゃないかなと思います。ちがみなの動画、今はあの急坂登ってます。とんでもないレベルの急坂、急坂恐怖症なんよ今。いや、あの暗がり峠の事件から結構急坂にねすこぶるビビってまして、急坂がね苦手なんよ。よし、登れた登れた。まあ登れないことないんですけどね。それで休憩どこでしようかなって思ったんですけど、今日は神奈川県内の海見に行くぞってことで、海がめっちゃ見える場所である湘南平ってところに行きたいなと思います。ただちょっと道が細いからね注意が必要ないよね、ここ。おおおお、 OKOK、 もう全部登っちゃう。到着ってことで到着です。ちがみなの動画、富士山が綺麗、くっきり見えてるよってことで、ちあちゃん湘南平にやってきました。この湘南平ってところは湘南の海と富士山が見渡せる超超超絶神奈川県の絶景スポットなんですけど、本日は天気がすごくいいので青い海と景色がくっきり見えてます。まあつい最近この場所を知ったんですけど、めちゃくちゃいいスポットです。ちょっとねここ高台上の方にある場所なんで風がね若干出やすい場所なんですけど、ここで一旦休憩にしたいと思います。あのなんかあるかな、ちょっと早いからないかもしれんけど飲み物買ってきます。
待って、冷たいしかない絶望。今の時期って朝晩は若干冷えるんでホットが欲しいところなんよ。でも冷たいしかない。喉が渇いてるんで冷たいドリンクの中からチョイスします。テーブルあったんでテーブルに座ります。いや、テーブルの椅子ついてるところに座ります。テーブルの上には座りません。ってことで本日の乾杯ドリンクはこやつ。それじゃあ皆さんツーリング乾杯。カーン、いただきます。それじゃあ振るか。あー、待って、あー10回 OK。 おいしい。ネタでココ入ってる。めちゃうま。癒しすぎるんだが、このねバイクを降りた後のひととき、たまらぬ。もうここまで来る道中、この湘南平に行く道が結構激坂でして、それを乗り越えてやったぞーの後の炭酸が最高。それじゃあね、ちょっとしばしここでゆるり休憩に。おい、風風風、休憩にします。ちがみなの動画。腹減った、お腹が空きました。もうねしばらく走っていてご飯の時間がやってきました。これからねランチタイムに行きたいなと思います。それで今日ね食べるスポットなんですけど、海、お魚をね食べに行こうかなと思います。私ねご飯食べることが、わ、なんだ、おお、会話遮っちゃった。あ、やばい。おぉ、とっさの判断、ナイス。この道、舗装道だから結構気をつけないと危ないかもしれん。あと歩道がないから人を注意せねば。バイクに乗るのってめっちゃ気持ちがいいんですけど、結構ね集中力使うからすごくねお腹空きやすいんですよ。ちがみなの動画。ってことで後ろに見えているのが本日のご飯スポット、おーいそこです。ってことで海鮮をね食べに行っちゃいたいと思います。じゃじゃーん。ってことでやってきました、お刺身定食。お刺身なんですけど6種類ぐらいあるみたいで、めちゃくちゃうまそうなやつや。そしてなんかフライっぽいのがついてきました。なんだろうこれ。それじゃあね、このめちゃくちゃ美味しそうなお刺身たち、いただきます。今日一でテンション上がる。お醤油と垂らして、どのお刺身から行くか迷うんですが、ここの辺りから行くか。刺身のつかみ心地が違う。じゃじゃん、白身です。最強、めちゃめちゃ美味しい。これなんて言ったってもいいのかな、うん、臭みはねゼロゼロゼロ、ナッシングよ。刺身のお魚の風味ふんわーね口の中に広がって、めちゃめちゃうまし味です。次は限りなくタイっぽい何か。皮着レベルのうまさ、刺身異次元にうまいんだけど。新鮮系のお刺身です。からの、なんだろうこれ、ちょっと炙ってあるお刺身かな。うん、うん、待って、このお刺身天国最高すぎる。やばい、気づいたら魚がねもう半分以下になってる。もう減りすぎてる減りすぎてる。私もここの子になろうかな。もうここの子の猫になるんで、お魚ください。ちがみなの動画。ってことで今回はねバイク業界今どんな感じよみたいな話をちょっとねお話ししてみたわけなんですけど、バイクのブームがね、まあ、もし過ぎちゃったとしても、もうこのねバイクの楽しさからは私はね抜け出せそうにないので、これからも自分ペースで乗り続けていきたいなと思います。まあこの後ねバイクブームが去っちゃうか去っちゃわないかは神のみぞ知るって感じだと思うんですけど、個人的にはねやっぱり去ってほしくないなっていう風に思っていて、というのもね新しくて魅力的なねバイクが増えたりとか、あとはウェアとかバイク小物とかも結構バリエーション豊かになったりとかして、特にねレディース用品、通学でバイク活用しててバイク用品店とかもね行ったことあったんですけど、あのレディース用品、ピンク以外のものが増えてくれた、レディース用のもので空張りが増えてきてくれたっていうのが個人的にめっちゃ嬉しいんで、まあね私にできることといったらこのバイクの魅力をね発信してみんなに楽しんでもらおうってね思うことだと思うんで、これからもねちがみなチャンネルよかったら見ていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。
それではまた次の動画でお会いしましょう。